はい、こんにちは、116インズです。さて今回は筒香嘉智選手について話していきますが、今朝サンケイスポーツから報道が出ましたけれども、筒香選手ピッツバーグパイレーツと契約するみたいですね。サンケイスポーツによればメジャー契約のようですが、球団からの正式発表はまだで、またピッツバーグの地元紙ピッツバーグポストガゼットの記事では、さすがにこの実績の選手といきなりメジャー契約を結ぶということはないのではないかと、なかなか厳しめのことも書いてありましたので、こちらは球団からの発表を待ちたいなと思っております。仮にメジャー契約であった場合、パイレーツはすでに MLB の40人枠がいっぱいであるため、枠の整理も必要となります。筒香選手に関してはパイレーツとの契約が報道される前日にドジャースのマイナーから突然リリースとなりまして、でこれが6月の山口俊選手と被りましたので、もしかしたら日本球界復帰もあるのではなんていうふうにも言われていましたが、 MLB の中で獲得に名乗りを上げるチームが出てきてよかったですね。ドジャースからの突然のリリースもチームからもういらないよという形で切られたわけではなく、パイレーツがメジャーで筒香選手を使いたいから筒香選手の方から希望を出してリリースしてもらったのかもしれませんね。本当にメジャー契約なのかはまだ分かりませんが、サンケイスポーツが報じている通りメジャー契約と仮定すれば、また筒香選手を MLB の舞台で見られるチャンスが巡ってきたのは一人のファンとしてはとても嬉しい限りです。パイレーツとの契約が正式発表となり次第、筒香選手は今季3チームに所属したこととなります。2019年のオフにレイズと2年契約を結び、今季がその契約最後の年でしたが、昨年は打撃面で期待していたほどの結果を出すことができず、今季開幕した時点でかなり危うい立場にいましたが、昨年以上にバッティングで苦しんでしまい、レイズも耐えかねて5月に筒香選手を DFA、 MLB の40人枠から外していました。その後くしくもアルバート・プホルスがドジャースとの契約が報道された日に、筒香選手もドジャースへとトレードとなりまして、ちょうどこの頃のドジャースは野手に故障者が相次いでいて、筒香選手にはベンチの穴埋めをしつつ数々の選手の才能を開花させたドジャースで同様にブレイクできればと期待したんですけれども、ドジャースでも OPS 4割1分と全く振るわず、6月に故障者リストに入りまして、でマイナーのリハビリ期間をフルに生かして調整もしたんですけれども、トンネルを抜けることはとうとうできないままリハビリ期間の満了とともに筒香選手は MLB の40人枠から再び外されてしまいました。ドジャースの40人枠から外され、アメリカでのキャリアも瀬戸際に立たされた筒香選手ですが、ただちょうど40人枠を外された時期くらいから徐々に復活の兆しを見せます。AAA に合流した当初は本当に苦しんでいる様子が SNS に上がる動画でも伝わってきましたが、7月11日の試合、この試合ホームランを含む5打数2安打だったんですけれども、この試合をきっかけに一気に調子を上げていきましたね。こちらにその前後の成績を載せていますが、7月10日以前の筒香選手は打率1割1分9厘、OPS は4割7分9厘でしたが、7月11日以降の筒香選手は打率3割7分、OPS は11割7分5厘、ホームランは7本。日本のファンが期待していた筒香嘉智というバッターの姿、やっぱこれですよね。AAA のピッチャーに慣れたというのもあるでしょうが、本来のバッティングを取り戻しつつあるような印象でした。で、これだけ打てば当然 MLB 最昇格あるかという話にもなるわけなんですけれども、ちょうどドジャースもベッツが離脱したり、ベリンジャーの調子が一向に上がらなかったりと、調子のいいバッターを1人ベンチに加えても良さそうな状況でしたんで、筒香選手上がる可能性あるんじゃないかと思いましたが、40人枠に入っていないことがネックとなってしまいましたね。AAA で調子がいいとはいえ MLB では実績がありませんし、そのために40人枠の空きをまたわざわざ作るほどでもなかったというのがドジャースのフロントの判断だったんでしょう。結局ドジャースでは MLB 最昇格には至らず、そして今回おそらくこのマイナーでの好成績を評価してパイレーツが彼にチャンスを与えるということになったかと思われます。パイレーツの筒香選手の獲得については、ドジャースがレイズから獲得した当時もそうでしたが、ローリスクで掘り出し物を獲得できれば儲け物というスタンスでしょうか。パイレーツのベンチ・リントン GM は、ちょうど現地時間日曜日に地元ラジオにいて、今後の選手の獲得、選手の発掘について質問されたみたいなんですが、その際にチェリントン GM は、今の再建中のチームにとっては MLB で実績を残した選手よりも、MLB ではまだ活躍できてはいないものの、才能のある選手を見つけ出し、自分たちで育て上げる方が賢明だという旨の発言をしていたそうですね。筒香選手はまさにこの発言に当てはまるのではないかと。 MLB ではまだ結果を残すことができていませんが、マイナーではここのところ好成績を収めていて、かつ筒香選手のドジャース移籍が決まった際にも触れましたが、筒香選手の打球関連の指標は光るものがありますので、とりあえずチャンスを与えてみて今後伸びそうかどうか見てみようといった考えはありそうですよね。パイレーツは現在42勝76敗で NL 中地区最下位を独走、
レイズやドジャースのようなコンテンダーとは違い、都合選手のように MLB での実績がない選手を試す余裕は比較的ある球団ですので、残りのシーズンで来季も残すに値する選手かどうかを見定めていくというところでしょうか。ということで、ドジャースにこのまま残るよりは MLB でチャンスがもらえそうな都合選手ですが、すぐに MLB に合流すると仮定して外野での起用が中心になるのではないかと思われます。都合選手は MLB に来てからファーストとサードを守る機会もありましたが、パイレーツはこの両ポジションにコリン・モランとギブライアン・ヘイズがいますので、さすがにここでレギュラー起用はちょっと考えにくいかなと。一方で外野についてはライトのグレゴリー・ポランコがコンオフオプションを破棄すれば FA となりますが、近年の成績からしてオプション行使の可能性はかなり低そうなので、残留させないのであれば彼を今後使い続ける理由がありません。チェリントン GM もこの点に関しては以前のラジオの出演時に、今後の選手起用については選手育成も踏まえて出場機会のバランスを取っていくことを明言していましたので、ポランコの出場機会はこれから減らされる可能性が高いんじゃないかと個人的には考えていますが、ここどうなるでしょうかね。ただもし本当にポランコの出場機会が減るのであれば、ギャメルをライトに移し、都合選手をレフトで起用するというのが一番現実的なような気もしています。もちろんこれは都合選手だけに当てはまる話ではなく、パイレーツの他の若手選手全員に当てはまりますので、都合選手がパイレーツで毎日スタメンということはないかもしれませんが、ただある程度まとまった出場機会が外野ならもらえるのではないかと思っております。基本は外野を守りつつ、たまにファーストやサードに入って出場機会をより確保できるとなおいいですかね。ここまで都合選手のパイレーツ入りについて話してきましたが、とにかくまたメジャーに上がれそうな点は良かったなと思いつつも、ただこれが本当のラストチャンスかもしれません。都合選手はトリプル A で好成績を残しまして、でおそらくそれが今回のパイレーツとの契約につながったと思っておりますけれども、今年の MLB はかつてないほどトリプル A と MLB で実力差が開いているようでして、それはトリプル A で好成績を残しながらも MLB で苦しんでいる野手のトッププロスペクトたち、例を挙げればマリナーズのジェレッド・ケルニックだったり、レイズのワンダー・フランコだったりが当てはまるわけですけれども、こういった選手たちの姿からも実力差がかなり開いているというのは明らかかと思います。いくら今回トリプル A で好成績を残したからといって、都合選手が再び MLB のピッチャーへの対応に苦しむ可能性はないとは言い切れないでしょうが、一方で今度こそある程度の成績を MLB で残すことができないと、いよいよ厳しくなるかと思います。パイレーツでは出番はそれなりにあると思いますので、前もこれは言った気もしますけれども、本当にどうにか今度こそ日本時代のスラッガーらしいバッティングを披露して MLB に残ってほしいなと心の底から願っております。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。